うわ、でかい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 、うわ。はい、どうもこんにちは、岩手アングラーです。この光景久しぶりですね。今日はおばあちゃん家の方に帰ってきていまして、釣りに少し行ってこようかなと思い行ってきました。この橋もうわ懐かしい、滝沢っすね。滝沢に入るところですね。はいはい。でいつもとはちょっとアングルが違うと言いますか、アクションカメラを、お姉さんからいただいて、ちょっと使ってみようかな。いつもはあの三脚を置いてあのハンディカメラで撮っていたんですけれども、今回はちょっとこの胸のところからマウントをつけた状況でやってみたいと思います。ちょっと車の中がねこう汚いんですけども、今宮古の方に住んでまして、4月から盛岡の方に戻ってきます。はい、おばあちゃんとまた一緒に暮らすことになるので、引っ越し道具じゃないですね、家の物を持ってきてそのまま川に来ちゃうっていうだらしがない部分が、はい、出てます。こんな岩手アングラーですが、これからもよろしくお願いします。はい、でルアーの方はミノーを使っていきます。でこのミノーはヨシャレストリームという、岩手県のビルダーさんが、作っているものです。で、最近の動画の解禁の動画ですね、私の先輩が出てたと思うんですけども、あの方のお知り合いみたいで、先輩からこのルアーをいただきましたので、ちょっと使ってみたいと思います。概要欄の方に、リンクの方も貼っておきますので、気になる方はぜひ飛んでみてください。では川が見えてきました。はい、今回来たところはですね、先輩にこれもだって先輩にちょっとねお世話してもらいすぎというか、先輩がここ釣れるよって言った場所にちょっと来てみました。はい、まあ、小1時間程度の釣りになるかと思いますが、やってみます。
いや、ここはなかなか気になるポイントですので、ちょっとルアーローテーションをしていきたいと思います。スプーンを今使ってみたんですけども、反応がないですね。なので次は、Dコンをつけてみたいと思います。早くつけんかい、岩手アングラー一発目から引っ掛けるというド下手です。ではここからです。うお、でかい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 、うわーやばい、尺だ尺だ尺だ、来た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 、ニジマスじゃん、ニジマスよ、ニジマスだった、うおー食ったニジマスだ今日ネット持ってきてないんで、うわニジマスだ、いいニジマスだ、しかも言わなかと思った、尺あるねこれ、うわたまんねー、たまんねー、たまらん、初めての川からニジマスが出てくるという、面白いですね。あの先輩からまあいるとは聞いてたんですけども、あの3月頭に来た時はヤマメとイワナの住処だと言われていて、で下の方、下流の方にニジマスがいたよという話だったんですが、まあ、今日はこのちょっと雪しろと雨なのかどっちなのか分かんないんですけども、ちょっと水量がだいぶ多めなので、そのせいもあってニジマスが強いニジマス越えにいたのかなとも、思いました。追いかけてきてからですね、ルアーを、まあ、8の字というか、まあ、でも目の前だったので一回ルアーが浮いてでもこう何回もこう動かしてたらそれに食いついてくるっていう、やっぱニジマスはあれですね、活性が低いとかっていうよりもガンガン来ますね、この時期でも。まあそういうことでした。これで次の動画は終わりになります。大事なお話がここから続きますので、最後まで見てください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。最後に重要なお知らせです。今年の6月6日土曜日、花巻でですね、釣りのイベントを開催することになりました。はい、昨年から動き出していまして、リーダーの畠山忍さんという方が、岩手県のまあ釣り好きに声をかけていってですね、私も、一緒に仲間に入れてもらって企画をしてきました。で、実際にはもう本当にリーダーの忍さんに頼りっきりの場所、感じだったんですけれども、まあ、主催者側7人ぐらいですかね、がいろんな知恵を振り絞って、また技術、まあ、その人たちが持っている技術を活かして、ここにたどり着いたかなと思います。もちろん釣りのイベントですので、フィッシングメーカーのハンドメイド製品の展示販売があったり、まあ、メーカーさんを呼んでですね、またロッドの試投だったり、まあ、フィッシングのフォトコンテスト、まあ、朝から、まあ、釣り大会じゃないですけども、ゲームみたいのをやってやると。また他にもアウトドア、釣りだけでなくではなく、まあ、スノーピークさんなどもいらっしゃるので、アウトドアのアクティビティも
あります。またフードコートもたくさんありますね。もうありますので、釣り好きだけではなくですね、アウトドア、また家族、カップル、夫婦などなど、いろんな方に楽しんでもらえるかなと思います。で、夜にはアングラーズパーティーということで、まあメーカー様と、一緒にご飯を食べる機会を設けています。はい。まあもちろんコロナの影響もありまして、本当の本当の本当に開催はできるかはわからないんですけれども、まあ一応この予定で進めていますので、ぜひ、考えてみてください。で、フォトコンテストの内容についてもこちらに紹介しておきます。まあ全部は紹介しないんですけれども、まあ事前に登録が必要ですよということになっています。朝の5時から始まってですね、昼まで行います。で、写真を撮ってもらって、で、それを私たちが印刷し、公園に飾ります。会場にですね。で、一般の方々に投票をしてもらって、1位、2位、3位の方に、景品を渡すという形になっています。はい。で、登録方法なんですけども、まあ、下に概要欄に、リンクを貼っておくのももちろんなんですが、この URL から飛んでいただいて、コンタクトを取ってもらえれば、参加できますので、どしどし応募ください。はい。もう実際に申し込んでくれた方々もいますので、もう、人数制限もさらにありますので、忘れなく、また急いで、申し込んでください。急に行けなくなったっていうのも、しっかり連絡してくれれば大丈夫ですので、お願いいたします。はい。では、最後までご視聴ありがとうございました。本当にですね、2020年のシーズンが始まって、私もこちら盛岡の方に帰ってきまして、どんどん釣りの方にまた関われるようになっていくと思います。で、これからそうですね、いろんな方々ともちろんコラボはそうなんですけども、私とその TT フライマンだけではなくですね、違う方々に、どんどん動画を上げてもらったりしていきたいなと思っています。というのもこの、チャンネルも、まあ私がいなくなったら終わってしまうわけですよね。まあでもそれじゃ悲しいなと思って、もう私がいなくなっても引き継げる方々がこういたら、まあみんなでね、こう使っていけるチャンネルであれば、私が求めているようなこと、まあ釣りを通して人がつながることだったり、まあ持続可能な、活動であるという部分に、はい、繋がっていくのかなと思います。長くなってしまってすみませんでした。では、これで終わりたいと思います。また、来てください。変ですね。この動画が良かったと思ったら、グッドボタンの方、またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。コメントの方も残していってください。ちょっと YouTuber っぽくやってきました。はい。ではご視聴ありがとうございました。